大変申し訳ございません。県教委などによりますと、大分市の新生支援学校の修学旅行で、中学部の3年生19人が今月24日から3日間、大阪を訪れていました。最終日の26日、大阪難波駅で、引率の教師が生徒全員分の療育手帳などが入った封筒を旅行会社の添乗員に手渡し、地下鉄の切符の割引での購入を依頼しました。添乗員はベンチで手帳を種類ごとに分けて切符を購入し、その後、新大阪駅で教師に返却したということです。しかし、新幹線の車内で教師が確認したところ、3人分の手帳などの紛失が判明。手帳には名前や住所、障害の等級が記載されているほか、顔写真も貼られているということです。県教委や旅行会社は再発防止に取り組むとしています。